ロシア軍が北方領土の国後島の沿岸で射撃訓練を行うと通告し日本政府が抗議しました日本の政府関係者によりますとロシア軍は4日までに日本政府に対し5日から国後島の沿岸で射撃訓練を行うと通告しました訓練の具体的な内容や規模は分かっていませんが27日まで断続的に実施されるということです これを受けて外務省は4日北方四島でのロシア軍の軍備拡大につながるもので我が国の立場と相いれないとしてロシア政府に抗議しました北方領土返還運動の推進を図るため日本政府が制定した北方領土の日を7日に控える中ロシア側としては実効支配を誇示する狙いがあるものとみられます